狼殿、よく参られました。死体はまだわかりませんが、あなたの体は世の断りから外れているようです。返事あれば私のところへ来てください。わかった。死体はまだわかりません。返事。わか。 何やら、ちりんと。ああ、この鈴だろう。仏に備えろと渡された。うん。あなたにゆかりのある鈴でしょうか。ならば、武士殿と話してみてはどうですか。仏のことならば、あの人が詳しいでしょう。狼殿。 おや、何？お前さん、面白いものを手に入れたな。それはからくり筒、忍び義手の芯となる仕掛けよ。どれ、仕込んでやろう。この仕掛けで何ができる？ 芯となるこの仕掛けがあれば、筒薬と組み合わせ、お前さんの忍び義手の牙をさらに研ぎ澄ますことができる。筒薬とは何だ？からくり筒と共に使う鉄のくず、あるいは炎症といったものじゃな。使えそうな筒薬を見つけたら持ってくるといい。 わしが掘る仏はどうやったって怒りがおだ。業深いものはそうなる。お前さんもいつか掘ってみればわかるだろうさ。それで何か用か。からくり筒が仕込まれていれば筒薬と組み合わせ、 そこもとか、それがしを使いか、力ば参る。 Come on.
力ば参る。
来るがいい。そこもとの技の試し、いくらでも受け負うぞ。 死者があるところ、また供養集あり。どこへ行こうと極陽。 ネズミがもう一匹。いや、その目。飢えた狼か。切る前に名を聞いてやる。名乗れ。<笑>わしに名乗る名などないか。忍びは大概そうじゃ。名乗らず死による。
じゃが、その左腕、忍び義手とは懐かしい。 なるほど。石腕の狼か。ならば、セキロ、お主をそう呼ぼう。お前は何だ。<笑>わしはアシナの天狗よ。おう、セキロ。お主もネズミ狩りをせぬか。何だと。 この足なには、ネズミが入り込んでおる。うじゃうじゃと我が物顔でな。ネズミも色々じゃが、それを片端から切り捨てるのよ。どうやらお主にも一切りの才がある。その才を磨くのに役立とう。どうじゃ、セキロ。ネズミ狩りをせぬか。 承知した。よし、セキロよ。ならばこれをくれてやる。これは<笑>ネズミの顔、それと巣穴じゃ。切ってまいれ。さすればお主の戦に役立つものをやろう。 切ってまいれ。さすればお主。へえ、あんたが生き残ったのかい。鬼の行部様も。 やっと屍になれたかね。けれど、何も変わりやしないよ。戦は続き、屍ばかりが満ち満ちる。あんた、考えたことがあるかい？そういう怨嗟が、どこに積もっていくのかを。ないだろう。 ないだろうね。だからこそ。さあ、もう行き。ババが何を語ろうが、戦はあんたのお役目も変わらない。そう。さあ、ババ、そういう。
一心の病、やはり重いようじゃ。たとえ源一郎が俺ど、アシナの国長くはなさそうだの。してもう一つの任は、城の蛇谷の川が黒笠で騒がしいようじゃ。ならば次はそちらよ。だが最新にな、黒笠。たとえして城のならばだが、
なかろうと秋名は今や存亡の危機なりふりなど構っておれんのじゃがちゃんとせえじゃんぞそんな風では巻き込まれちまうぞ一度起これば敵味方の別などなかろうでな
Thank you.